みんなで大津彩いかの票少な何これえダサ、とか <laughs> AI メイヤー何これお前票少なとかちょっとみんなで笑い倒そうというお祭りです。はいはい、性格悪いかもしれんけどそれぐらいのことをされても仕方ないぐらいのことを大津彩いはしてきてると思うので大前提として僕はね、あの選挙に出ることは素晴らしいことだし本当に勇気があることだし、うん、尊敬できるし本当にリスペクトしてます。でも それはさておき、大津やかの場合は、もう、笑い者にされても仕方ないぐらいのことしてきてるので、今回は、何この票数少なっていうのを、みんなで笑い者にしてやろうと思います。まあけど、え、全部で6人出とんかな民族。そうですね、うん。6人出てて、重複が、まあ、大津やかだけで、あれって、比例って、東京ブロックに住んでる人以外は、比例に民族党って書いてもダメなんよね。あれ、あの表にならないよ。 で東京ブロックにお住まいの方のみよもね。うん。うん。だったらもうマジで少ないと思い入ってる人なんて。だって知名度は、うん、知名度が東京であるってことは、それだけ嫌われてるってことやからね。わかる意味わかる大津彩佳のことを知ってるってことは嫌われてるってことや。知ってるってことはどういう人かを知られてるってことやから、すなわち嫌われてるわけや。例えば徳島県で大津彩佳のことを知ってる人なんてオラんわけはっきり言って、うんうん。当選を無理にしても、うん おっさん2人出てるところに大津が出てたら、それこそ7%とか9%とか取るかもしれないな。可能性はあるよね。うん。ただまあ、今日日、Google 先生で Google ったら大津屋から悪行は全部出てくるけどな。まあ、<laughs> 山ほど出てきますっていうか、この期間中でも公選法違反やばくなかった。毎日なんか違反しなかった。なんかしらやってましたよね。だってまず、上り立てたらあかんのになん、透明入り上り立てて、運動員は腕章しなくていいのに、運動員がしてて、 あのボランティアが腕章してないとか、うん、めちゃくちゃな、<laughs> あとはその、は透明入りのポロシャツ、普通にルンペンが効いてたりとか、うんうん、あと、なんか、少子がないや、ネットの方で出してる QA を印刷して配ったりとかね。そう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 。うん、あと、あのー、政治的利用を禁止されてるキャラクター使ったりとか、事務所使ったりね。極め、うん、つけは、あれ、政権放送に使ってるやつあったやん。あれ、政治的利用禁止されてるから、 削除を依頼してるんやって、民族党に対して。で、あ、言ました、X でね。<う>はい、YouTube 上でその施設が削除を依頼してて、削除を全部したらしいんやけど、うん、けど政権放送で流してしまってるやん。流してるね。で、しかも持ち込みやん。てってことは、その持ち込んだ分の制作費を税金からポッケライナーにするかがり確率が高いよな、非常に。高いね。うん、あのー、もっと言うと、あの施設自体は政治的利用もダメやし、 商売目的、商用利用もだめなんよ。ってことは、そこで撮影すること自体だめなのに、撮影をしてしまって、その上、それを現金化できるわけや製作費としてもらえるわけですよね、今のままでいくと。ってなると、その施設から訴えられる可能性あるような。ありますね。うん。禁止してるところで撮影して、それでお金取ってるやんってなるような。ですよね、結構厳格にやってるみたいですからね、あの施設ね。そう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 。ってなると、 結構選挙終わった後そっち方面大変やと思うよ。だってなんでかっていうと、もう流しちゃってるから、政権放送。うん、それはもう取り返しがつかんわけや。にもかかわらず、その制作費を請求なんてしようもんなら、うん、それはもう鎌倉チャンネルのリスナーが、どんどんその施設に密告するよな。あの、これ、制作費が100万円とか200万円とかもらえるんですけど、この民粛堂さん、それをあなたたちの施設が映ってた映像で設けようとしますよって、密告するよな。うん ちょっとだから供託、うん、金よりもちょっと低いぐらいな金額で満額請求するとそれが出るような話は聞いてるけど、うん、しかも6人分やけどなすごい金額ですよねこれねあ片岡君によると1本当たり280万円ってそうだよなか<や>確か、うん、いくら請求するんですかねって満額請求するよね多分いや間違いないしよ、うん、これを商用利用もしたらあかん施設で撮影してるからお金を儲けたらだめなんやまあ言ったらでもそこの施設で 政治的な活用をまずしちゃってる上に、うん、の映像を、の制作費をもらおうとしてるわけやから、20人違反してるよな。相当やばいだよこれ。うん、多分民事でやられちゃう可能性って高いよね、多分ね、これ。公益通報って言うよる人おるけど、マジでそうなるよな。うん。6人前で1760万。でかいな。それで一時さんに変革しようとしてたんじゃないのかね。多分そうだと思うよ。 けどだってそれをだって当てにしなかったら出てくるものがないわけだから、結局は。うんうん、でも、それ無理やと思うけどな。それやっちゃうと、本当に、あの、女性センターみたいな名前の、あの、施設にめっちゃ怒られると思うけどな。怒られるんじゃないかな、っていうか、もう、訴えられるのが、ほぼ確定みたいな、うん、そんな感じじゃないの東京9区、開票率17%、大津広次郎。単、うん、純,純に民族党のクズ候補たち全員が、 やっぱりクズだったよね。それゃ AI メイヤーだもんね。仮面してたら、それは票はいらんよねっていう答え合わせをしたいだけなんで。<laughs> で<すよ> <laughs> 自民党がとか、立憲民主党がとか、維新がとか、マジでどうでもいいんで、<laughs> 大津彩香ゼロ票やって、キャッハーって言いながら、もうひたすら笑い散らかすと。そのためのライブです。<laughs> 祭りです。お祭りです。と、大津彩香、今どんな気持ちいいっていうライブなんで。あんなに。 あの古い政治をスケルトンにとか言ってたのに、最下位で大恥かいてどんな気持ちいい <laughs> もうあれ、も素人集団がただ集まってるだけだと思うよ、だって、どう考えても。<laughs> そう言われても仕方ないよな。と思うもん。あそこまでだって、何も分かっててやってんのか、本当に分からないでやってんのか、本当よく分からないかったからね。<laughs> だって、まず黒い街宣車に始まって、仮面つけてる AI メイヤーがって、<laughs> なんか私たちは、普通の人、人間なんですとか書いて、大津なんか言いよったけど、普通の人間、仮面してないから、普通の人間、白い仮面なんてして外に出えへんから、素顔で選挙出るから、普通の人は。ですよね。 AI メイヤーさんってなんかタスキかなんかしてたなんかね、X で見たときんかタスキもしてねえってただ仮面してたような気がするんだけど。仮面、タスキよりも仮面の方が重要だったのああ、そっちの方があれなんだ。まあ、目立つといえば目立つかもしれないけどね、知らんけど。でも選挙方法とかだってさ、顔出てんのにさ、うん、AI メイヤーって絶対おかしいっすよ。<laughs> <laughs> <laughs> なんかもう微妙な顔出して、名前の欄は AI メイヤーのままやからね。 私たちは普通の人間なんです。こういう普通の人間が政治家になるべきなんです、皆さんって、大雑が言いながら、真横に真っ白な仮面したおっさんが手振ってるからね。普通やねん。普通な人は白い仮面なんせんし、<laughs> T シャツやったよね、AI 名や。ですね。たの高木とかいう候補者に関しては、僕、勝手なのパッと見の初見のイメージで、<laughs> バイト帰りみたいな兄ちゃんおりましたよねってライブで言おったら、 選挙 .com 見たら、職業ほんまにアルバイトやってめっちゃ笑ったよ。<laughs> ガチのアルバイトやん、<laughs> みたいな。バイト代理の兄ちゃんって言ったら、まジガチのアルバイトやったわ。6000秒。いや、でも、入る可能性あるなうん最初から言ってるように、一人だけの女性候補者なんで、うん。全然6000とか7000とかは、あの、あると思うよ。大津いかのことを知らん東京の人もおるわけやん。いちいちググったりもせえへんし、みたいな。 菅原一秀とか、仮に飛べなんでしょうみたいな、うん、この山岸どうでもいいかなとか、じゃあもうこの,の若い女の子に言ってあげようみたいな。だからネットを見ない人たちは、はい、あ普通にあのポスターで選んじゃう人たちもいるかもしれないもんね、広報とかね。うん、だって、あそこの地域って、まあ、もちろん若い世代もいるかもしれないんだけど、やっぱりそうやって入れてる人ってやっぱ世代が、ね、解消 54%, 会場54までいったんやって、で、ゼロらしい。<嘘> <laughs> え半分空いてゼロえぐうないね絶対やばいと思いますあいつ、マジでやばいなだいぶ嫌われとる <laughs> いや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 、これはちょっとやばい。<初>東京でメスとか食えんのじゃないえ、あの人って選挙に出てて、最下位で金返せって言われてるおばちゃんじゃんみたいななるんじゃない俺、半分でゼロって初めて見たかも。やぞ <laughs> <laughs> マジでそうよな。マジで国政政党やぞっていう話よな。おーおーだって、夢の政権放送出たんでしょ違法やけど。うん、もしな、大津彩香が、<ー>まずクズみたいな票しか取らんかって、佐藤沙織さんが、<ー>テンパーで京拓金帰ってきましたとかなったら、マジでおもろいよな。<おー> <laughs> 顔を、なんかもう、1センチぐらいのところに近づけて、ねえ、今ちょっとモ持ちいいって言いたいよな、なんか。佐藤さん55%で7000票。片や大津彩香52%で0票。 落つ、落つ、落つあやか、落 <laughs> つあやか。落つあヤカね <laughs> え。選挙のプロモーション費用に4000万とかかけてたのに、のえ50何パー開けてゼロだって向こうはあれでしょ、うん、サイレントシークレット選挙だったんでしょなんかサンファーさんも怒っとったけど、次の外宣場所を隠して外宣するようなんだったらやめて,、ね、やめてまいみたいなことで怒っとったみたいな怒ったみたいですよね、すごい、ねうん、だって何のために出てんのだってそこの公の場に出て、 いやだ発表会みたいなもんじゃん、うん、結局は。な、うんで発表しないのみたいな。<laughs> 何をしたいのって思うわけでしょ結局。えー、マジで選挙のためのプロモーション等のプロモーション費用4000万の内訳が知りたいわ。NHK の復興